はい、どうもです。皆さん、ニンテンドーダイレクトについてのお話をしていきたいと思うんですけども、まあ、今日は、っていうか今回は、スプラトゥーン3の新しいスペシャルについてなんですけど、いろいろさ、なんだろう、出てたじゃん。ごめんね、ご彙力なくてごめん、今日。ごめん。まあ、サブレコンとかいろんなスペシャルが出てたんですけど、まあ、今日ちょっと一つ気になるものがあって、てかすげえかっこよかったんですけど、ちょっとこれ見てください。すげえ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 、なにこれ、なにこれ、スパイダーマンじゃん。え、なにもの伸びたぞ、手今の見たい、待って、今の見たい。かっこよくない？めっちゃ興奮してるんだけど、俺もめっちゃ興奮してるんだけどさ、これめちゃくちゃかっこいいよ。で、これさ、スパイダーマンみたいだよね。ただ、俺にはこれ本当に見覚えしかなくて、ちょっと気になることを検証してきました。よかったら見てください。ひりおくんだね。任天堂ダイレクト、ひりおくん見た？あ、見た？ちょっと楽しみだよね。まだひりおくんの存在は確認できてないから、ちょっと怖いけど、ちょっと怖いんだけど、新しいスペシャル結構来てたじゃん。カニに乗れたり、なんかスパイダーマンみたいなのあったじゃん。あ、見た？ちゃんと見てるね。そう、今日ね、いろんなスペシャルあったけど、今日ちょっとスパイダーマンみたいなやつが、なんか見覚えがあるんだよね。ひりおくんには心当たりある？ない？ない。これないんだ。で、ちょっと来て。ちょっと来てみ。ひりおくんここでさ、溶けてみて。ほら。ほら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 。ほらほら。ちょ、ストップ、ひろゆくん。見てみて。わかった？わかった？え、まだわかんないの？あ、そっか、自分でやってるからか。ちょっと俺がやってあげよう。いくよ？これ。これ。これよ。スパイダーマン。わかった？わかった？めっちゃくるってる。やっと気づいたか。多分、これ見てたぞ、ね、ニンテンドーが。これひりおくんがトゲタのやつを見て、多分スパイダーマン作った。多分多分、いや、絶対ひりおくん良かったね。ひりおくんのイズムが、ひりおイズムが多分残ってんだと思う。溶けながら移動した。なんだこれ、なんだこれは。